はい、ひと月清水です本日はですね石破内閣の支持率がやばいで、皆さんねだわわせ自民党が勝つんだろうと思っているかもしれませんがなんとデータを見るとですね、えー、こちらもしかすると野党転落の危機もありえるぐらい低いということなので、えー、本日取り上げる、えー、世論調査の内閣支持率っていうのはですねなるべく自民党さんが えー、有利に働く世論調査をするいつものあの2つこちらをですねちょっとあの用意したいと思います、えー、1つはですねこの日テレと読売新聞の NNN 世論調査でもう1つは日経新聞の世論調査、えー、こちら2つをですね、えー、取り上げていきたいと思いますまあ大体ですね自民党に甘く出るあそもそも世論調査って政府とか公的機関がやっているのではなくて 各種マスコミがそれぞれやっているので結果はぶれますですけど、えー、今回はなぜかあのー、自民党の支持率が高く出る内閣支持率が高く出てしまう不思議な読売新聞日経新聞この2つをちょっと取り上げていきたいなというふうに思いますがそれですら低いんですよ皆さんこれやばい状況ですよ。ちょっっとあの、うん、石破さん大丈夫っていう感じ なんでですけどで当然、ですねおいもう1社忘れてるんじゃないかと、清水お自民党に一番甘い調査を出すところといえばあそこだろうといやそれは産経新聞、富士系列があるんですがこちらはですね昔、世論調査をですね架空の質問で埋めていた捏造を起こしていてしかも、それをですね <laughs>、えー、謝罪とか調査もしていないというのがありますのでちょっともう今回はおほらしすぎて取り上げるのも馬鹿らしいということで産経は排除。 でそしてまあ,あの皆さんそんなクソ産経新聞がですねすごいしく珍、あのー、めでたいニュースがありまして「勇敢富士は休回になると」おめでとうございますあそこでね局部の人たちがねものすごくコラムを書いてるんですけどまああれじゃダメだったっていうところでございましていや、まあ、産経勇敢富士もね、あのー、もう終わりになることだしちょっとそろそろ産経新聞はもう五大師ではないのではないかなと思うので排除 えー、というわけで、えー、本間さんメディアの専門家としてね、えー、元白報堂の作家さんの、えー、本間さんとこの世論調査がかなりやばいっていうところをですね、えー、見ていきたいと思います本間さんよろしくお願いしますすよろししくお願いします、えー、まずですねこの日経とあ日経じゃなかった読売と日テレまあこれはあの系列が一緒なんでね、えー、これ数字だけ見ると <laughs> あのこれ9月10月の2日 えー、石破内閣誕生がですね10月の1日なので石破内閣の発足を受けて NNN と読売新聞が行った緊急の世論調査で石破内閣の支持率は51%でしたと。で、うん、直近の内閣支持率岸田政権の頃がですね25%なのでこの数字だけ見るとなんだ倍ぐらい上がってるじゃないかと。ねだから何がやばいんだっていう風に思うかもしれませんけどこのそもそも ご祝儀相場と言われて内閣がチェンジした段階ではですね支持率が非常に高いそういうのがあの一般的な状況なんですね。というわけで同じこの読売新聞 NNN の日テレ系列で内閣発足誕生時要するにご将棋袋をいっぱいもらっている2006年以降の内閣で見るとですね <laughs> なんと1位は 宇宙人と馬鹿にされていたあの鳩山内閣。これがあの75%というとてつもない,いや。すごいよね、これ。で、皆さんびっくりするかもしれませんけど、あの、じゃあ自民党政権で1位は何なのか2006年以降。菅林なんですよ、皆さん。すごいなセ74%の支持率。これを誇っておりました。で、じゃあ石場は何なのかというと、 9位、要するにベスト10の中でブービー、石破内閣、なんと驚きの51%。じゃあ,あの、最下位は誰なのかというと、今回、非主流派に転落してしまった麻生内閣50%。で、皆さん、麻生内閣というのはですね、50%の支持率で、最終的に1年ちょっとしかも、まあ、1年弱か。 しか持たなくって、まあ、リーマンショックとかサブプライムローンの煽りとかもあったんだけどもなんと野党に落ちてしまいましたそんな麻生さんを最高、えー、名誉顧問か最高顧問かなんかようわからん役職につけてでそして石破内閣が大変低い支持率でスタートするこれがまずあの世論調査の内閣支持率だけで驚愕で次に 日経,新聞日経新聞の方も、まあ、内閣支持率低かったんですけど今回は投票先をどここに入れるんでですすかっていうと日本経済新聞社とテレビ東京これもまあ株主関係ありますから系列なんですけども10月1日と2日の緊急世論調査で次期衆院選に投票したい政党を聞いたというふうに言うんですけどこれがね驚きの数字で自民党40%<ー>、まあ、これは多いように見えるけどもなんと。 マイナスなんですよ。要するに、ご収益相場で上がっている時に石場さんに入れますかっていうことですよね。で、それに対して減ってる。これはね、衝撃的な数字です。で、あの維新が二パーセントに上がってるのがよく私にはわからないんですけど、立憲民主党も上昇していてですね、この なんていうか、これね、まあ他は大体横ばいぐらいなんですよ。なんだけど、本来自民党の支持率だとあの上がるんですよね、日経とかだと。にもかかわらず、えっ、マイナスこれも驚愕。で、じゃあね、実際、町の声はどうなんだということで、この私、あのつい、えー、これ、10月の4日に撮ってるんですけど、 本間さんと前回ったのが10月のが月日じゃないですかなのであの10月の3日と今日の朝にですねいろんなこの私のことをひとつき万里の清水だと知らない、えー、ちょっと仲いい例えばあのほら清水さん今日散髪してるでしょ散髪したってんです、ねうん、いわゆる床屋談義とかしてきたんですよ。なるほど。あのいや自民党総裁石破さんに決まったねどうもうちょくちょくちょくああそうっすねちょくちょくちょくちょきとかっていうふうにこう <laughs> そういうもう <laughs> ザッと小屋談義。 まさに床屋っけをしてきたんですよ。<laughs> でその時に「あのー、店長は誰になってほしかったの?」っていうふうにちょき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 って「ああ私は石場さんかな?」っていうふうに言ったわけで「あそうなんだ石場さんだったね」って「でも石場さんってめっちゃ嘘ついてるって知ってる?」っていうふうに言ったんですよ。でそれはあのー、何かというと例えばえー、あのー。 そうねその人が一番話題に挙げていたのは選択的夫婦別姓でびっくりしたっていうふうに言ってたけども、うん、あの一番は解散時期きちんと解散しますよーっていうふうにこう言ってたけどもあの解散する時期は後にしてちゃんと議論してからーっていうのが「あれ嘘だったんだ」言って言ったえそうなんですか!」次マイナンバーカーカドと保険証延期するって言ってたでしょ ね廃止期間延期するって言ってたでしょあれもやっぱ延期しないんだってっっええー、っちょく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 でだから <laughs> <laughs> で他にも裏金議員結局公認するらしいよってさえあ、ー、あ <laughs> で選択的夫婦別姓も公明党は入れてくれって言ってんのに結局石破さん入れなかったんだよってええー だから、ほとんどの人は、なんとなく石破さんでいいよなと思ってた人たちは、まだそんな知らないわけ。うん昨日。今日の段階では。で、これがね、多分こういう会話がいいわ、これが日本中で石破さんに期待してる人の中で、なんだ、結局石破嘘つきじゃねえかっていうことがばれていくわけですよ。そうすると、この支持率をピークに、下がっていく。うん で、まあ、当然、あの石破総理もですね危機感を持っていてですねこういうふうに言ってるわけですよ。石、え、破、ー、首相が内閣支持率高くないことを真摯に受け止めていると。ね政権発足時としては高くないことを真摯に受け止めなければならない。背景には裏金問題がいろいろある。丁寧に説明していくけど、後認はしちゃいますいやこれも下がるしかないでししょ <laughs> 下がるしかないよね。うん <laughs> こういうのって、本当、内閣の発足次が一番高いんだよね、大体、大体に。だから、結局、この後はだんだん下がっていく。よっぽどなんか、すごい国民に支持されることをやるとかね、した場合は別として、でもほとんどみんな、 発足時から下がっていくわけで発、うん、足時こんだけ低いと、うん、でこんだけ低いしあんだけ彼がやるやる言ってたことを全部手のひら返しにしてるということは、うん、これは結構厳しいよねうん、うん、どんどんこれは下がる下え上がる要素なんかあんの今 いや今から萩生田光一を火あぶりにするまあそういうね、えー、杉田美を火あぶりにする、まあそういうねそういうやつね、うん、あのー、全員を非公認にはできないけどやっぱり、うん、ほら広域暴力団対策法、えー、通称防隊法というのがあのございますけどこれはですね末端の人間がやってたとしても親分に責任がいくぞっていうやつですよでなので広域政治団体ね、えー、対策法という感じでですねやっぱ 親分から上げていくと。うん、で今一番あの裏金の象徴として動いているやつは誰かというと萩生田光一ですから、うん、この萩生田光一を火やぶりにすると。うん、これがいいんじゃないですかね。そういうこ、そういうすごく明らかに国民から拍手喝采を受けるようなことをしないと、うん。うんうん 支持率上がらないよね本当ねこれまあそれどころか萩生田光一がですねなんか番組なんかいろいろ吠えてるんですよ。うん、インターネット番組で市場首相による党役員閣僚人事に苦言を呈したと総裁選で応援した人たちや数少ないお友達今までに付いたことがない人がポジションを取っている何、うん、だこれは、うん、選ばれた人は最高ではないとは言わないがもう少し幅広く選んだ方がいいんじゃないかとこれ何について言ってるかっていうと。 裏金議員が一人も入ってないじゃないかと。そういうことをあの怒ってるわけですよ。裏金は悪くないって言ってるわけ。いやもう、やっぱあのー、やっぱね、あの、石破さん、もう八王子あたりの選挙区は諦めて、この、まあ、萩生田さん、八王子が選挙区だからね。これはもう、あのー、火破りの件にしますと。公認しない。 で八王子ってほらあの公明党強いんで創価だあの大学とか近くにありますからあのもう「公明党さん頑張ってくださいと」とねあのー、今まで萩生田のあああ支えるみこし重かったでしょもう今回公明党さんがみこしに乗ってもうそこ選挙区取っといてくださいってそういう感じで「萩生田は滅べ!」とかやるとねやればね、うん、でもなんか 今のところはやらなさそうだもん、ね。これ何をやっとんねんっていう。うーん、だから、これは厳しい。まあ、あのね、要するにその、結局、その、公認しちゃうのは、うん、やっぱり、ほら、俺たちも前、この番組で言ったけど、うん、あまりにも時間がなさすぎる、時間がないのは野党だけじゃなくて、自民党も時間がないのよ、うん、結局。だから、 安倍派っていうか裏金議員全員非公認にしちゃったら、うん、90人分ぐらいポカーンとあ,のあれが空、ね、いちゃうね。うん、でそこに1年後ぐらいだったらマニア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 やってさ代わりを当てはめるってことができるけどうん、うん、わずか3週間ぐらいで支部長,支部長、まあ、結局、えーとまあ、自民党の場合はその支部長 えっと、その県の支部長っていうのが、うんえー、要するにその選挙に出る人なんでうん、うん、そこの支部長を全部取っ替えるっていうのはさすがに3週間ではできない。うん、で一応公認もその県県連自民党の県連の推薦をきちんと受けられればっていう条件はついてるけど、うん、まあほぼ。 通っちゃうよねだって今支部長なんだからさ、うん、どうも<の>萩生田光一自民党東京都連代表でございますあれ今まだ代表だっけ代表ですよあのねの自民党の東京都連は自民党本部の子会社みたいなもんだから、ね、自民党の党の役職停止処分を受けたけど子会社は関係ないリスパってるじゃないですか相変わらずのリクスだよねいやもうお前ちょっと太りすぎて動けなくなったのかっていうぐらいこう椅子に挟まっちゃったっていう もうそれぐらいの勢い、うん、富山はね、なんかね、富山県連が揉めてて、富山の選出、富山の何区だったか忘れたけど、富山の選出の国会議員について、うんえー、県連として押すかどうか、なんかアンケートを取るとかとか、なんとかとか言ってて、富山県連ね。うんうん でそういう揉め事がすでにあるところはもしかすると出られないかもしれない、あの裏金議員は。うん、だけど、それがなくて、今のところ無風状態で支、えー、部長やってるような件はそのまま出ちゃうよね。ちなみに県連 というのはですね、うんえー、素晴らしい自民党の富山県連というのはですね素晴らしいことをやられているところで,ですねそれは何かというとですね、えー、これは9月30日の,あの自民党、あのーねえー、総裁選終わった後にですね、えー、自民党富山県連幽霊党員合わせて77人分と。 自民党富山県連が党員の自覚がない男性の自宅なのに総裁選の投票用紙を発送していた問題で同じように用紙が届いた新たに人が131人もいたと架空の家族宛てに行ったということで,ですねで、うん、ああ大体です、ね、自民党の党員といえば2割は幽霊党員であるというふうにこうなんかずっとまことしやかに言われていたんですけどあほんまにそうなんやっていうことがですねこう徐々に。そうね だからほら、ノルマ達成するために、適当に幽霊 <laughs> あの入ってないやつにを登てやってるらしいよね。うん、でまあそれぐらいの動きは一応あるらしいけどね、はい。で、えー、この自民党の田畑衆議院議員めぐり、独自のアンケートということで、うん、この富山一区のね、えー、この田畑弘、えー、明さんという方がいるんですけども、 まあこの人はですねあのもともと、えー、裏金問題で500万ぐらいだったかな何、えー、かあ違う68万円か結構安いね安いんだけども68万円を政治資金収支報告書に記載していなかったことに加えさらに今年6月には自身のパーティーに、えー、案内状に出席しない人には会費を求める。 とい要するにあのひとつき万札が本間さんと清水がイベントやりますって案内状出す。でも出席しなくても寄付しろ。でそれなんか意味わかんないっていう。でこれはもう非常によろしくない <laughs> えことなのでもともとねこの田畑あのさんに対しては「いやこいつまた応援すんの?」と「俺たちやだよ」っていうふうに自民党の富山県連がこう言ってたんですよ。うん、で言ってたんだけども。 あのそもそも9月の9日の段階で、えー、これ田畑やだよっていうふうにもともと言ってたんです。でもともと言っててその時のアンケート結果では田畑氏をこの人をね富山で自民党で推すということを正式に公認する裏金でも OK というのが賛成が半数決めかねている反対が半数弱ということでほとんど割れちゃってたんですよ。うんで 民主主義だからさ1%でも上だったらこっちのもんやへえへえとはなりませんやっぱり県連富山県連っていう人はその時選挙を応援してくれる人たちだからその人が「えー、田タとかクソじゃねえかよとかって思いながら「田タによろしくお願いします」とかって半分ぐらいがそういうふうに思ったらやっぱ落ちちゃうわけよだからすでに9月の初めの段階でアンケートはやってたんだけども いや本当に田端でいいのってもう一回やってるっていうんですだからまあ要は<や>土山県連は嫌なんですよそうねまあそういう意味で言えばね、うん、嫌なのが半分もいたらさ、うん、やめなきゃいけないんだけど、うん、ただ結局これもさ時間切れでさ、うん、じゃあ他にどうすんべってやってそれ入いりゃいいよいりゃ即。 でもいないともうしょうがねえからっつってなっちゃうっていうね。そうするとああしょうがないなめんどくせえな田畑とか応援したくてなタバタにキョウキープお願いしまーす <laughs> とただタおしますとかっていう富山県連が半分ぐらいいるわけですよ。うん。それだいぶダメージだと思うよ。だからそこであのー、野党のね、うん、あのー、まともな候補がいれば、うん、まあそれは負ける危険性あるよね。そうね。 ただ富山はさ富山とか石川ってもう超盤石な自民党王国だからさ、うん、あそこはねまあしかも大体あの一区ってついてるところはその町の中心地ですから富山市の中心地あたりですからねもう勝手、はい、超岩盤自民党あの,の土地柄ですよあそこはね前回の選挙でじゃあどれぐらいそこがね 強かったのかっていうのをちょっと表で、えー、見てみると、えー、第49回の衆議院選挙の段階で選挙結果としては意外とこれ弱いよ。そう,そうほら田畑裕明自由民主党、えー、と7万1696票なんと2位は日本維新の会。 立憲民主本当にね、今野、野田が野田がと馬場がなんか政権協力、裏金議員いるところはやるかもとかって言ってるけど、協力して気合い入れたら、もしかしたら、なんとかなっちゃうかもしれない、うん、可能性はちょっとある。維新がなんか比例で出てきたんだ、まあ、あれなんだよね、富山ってあの関西圏に入るんですよ、一応。一応ね、北陸で一応ね。うん一応ね なんですけどまあ富山は一例に過ぎなくって、まあ、こういうどっちにしろ内閣支持率しかも日経新聞で次の投票先自民党ポイント下がったって結構でかいと思うけどね俺はでかいと思うよこれか,らかなり、うん、かなり自民党の要するに皆様はちょっとびっくりしてると思うよ、うん、で、うん、今は最初のちょくちょく床屋談議でも言いましたけども 本当に、まあ、ひとつき万冊見てますみたいな人はね石破すぐ嘘ついてるじゃねえかとかっていうように反応するけどほとんどの人はあ石破さんだったんだふーんくらいなんですまだ。でこっからだんだんテレビでもいろいろ嘘ついてたとかねでうそういうのをどんどん言うようになってうそうね、まあ。結局その裏に対して こうなるとさ例えば高市みたいに「いや何もしません」と「裏金何が悪いんですか」と開き直ってた人間が総裁になって首相になってだから選挙やるけど何もしないっていうのは筋が通ってるわけ一応ね中身は別として最初から裏金は何も問題ない裏金こそ自民党であるとっていうふうに言ってた人が裏金議員を公認しても あまあそうねっていう感じなんですけど、うん、石破さんは真面目イメージがついていて最後にそれにかけていた自民党員ってめっちゃ多いんですよ。うんまあ裏切ったっていうね言葉が適切かどうかわからんが、うん、まあそうなっちゃうよね。なっちゃうなっちゃう。なっちゃうよね。うん、まあ確かに裏金議員は全員団頭代送りにしますとは言ってないよ。うん 言ってはいなかったけれども一番最初っていうか彼の話し方のトーンからすればちゃんと吟味しなければならないって言ってたんだけど、うん、まあ結局ケツ切っちゃったんだ義務吟味できないわけよ、うん、物理的にねだったらじゃあ例えば裏金、ね、もうしょうがないけ適当にどこでもいいや裏金、ね、500万以上もらってたやつは非公認するとかさ、うん、なんかどっかで 作んなきゃいやもうあの吟味どころじゃないですよこれ8月24日に最後の総裁選出馬会見だっていうふうに、えー、8月24日鳥取県のね自分の地元、うんえー、でこう記者会見した時にね党として公認するからにはやっぱりふさわしい方である必要があるというふうに強調したんですよ。うん 国民の審判を受けるのにふさわしい候補者か党としての責任を持つと非公認の可能性に踏み込んだ24日の発言と同じ趣旨をこういうふうに伝えてるわけですよ。で多少総裁選で少しトーンダウンはしましたけども石破さんだったらって期待していたあのこれ我々が期待してるんじゃなくて自民党の党員が半分ぐらい裏金ふざけんなって怒ってるんですよ。うん でそれに対して党としてふさわしいかきちんと公認も考ええそんなこと信じたん <laughs> なもん総理大臣だったらおしまいだよ何言ってんの俺総理っていうふうにですね全力でこの嘘をついてきたというですねこれはダメでしょうやっぱりもうそんなこと言,言わないっ こうなるとそんなこと言わなきゃよかったのにって <laughs> そう、ね、話になっちゃう黙ってりゃよかったのに <laughs> いっぱいあるけどねアジア版 NATO の成立日米地位協定の見直しば、ま、置いといて日米同盟協会ちゃんとやります <laughs> マイナンバーカードで保険証廃止にする期間は延長しなきゃダメでしょ国民が不安に思ってるんだからで総理になったらえ、何言ってんの 一応なんかするわけないでしょ、廃止、廃止、早くマイナンバーカードやれ、もうなんか <laughs>、ちょっとこれまで <laughs> ちょっとさ、まあやっぱりこれは、その石破のこの党内基盤の弱さから来てるんだろうね、やっぱね、あのー、結局、周りを固めた側近がああした方がいい、こうした方がいいと、うん、言って、それにどうしてもこうしきれない。うん、うん ここでまた結局あれなのかなまあ石場の弱点って昔から言われていたのは、うん、ああ、まあああ見えて優柔不断であると。うん。で、やっぱりこう、踏み切れない時があるっていうふうには昔から言われてたのよ、うんうん、それがここに来て、あの、いい見方をすれば、うん 特近たちの言うことをちゃんと聞いているっていういい見方もある。だけど、うん、聞いちゃいけないときってあるじゃん。うんうん、やっぱりここは一丁目一番地、石場の茂の一丁目一番地だから、うん、ここは、ま、あの曲げちゃいけないっていうものをね、うん、どうもこの、えー、裏金議員全員公認しちゃって、しかも比例区で、 比例区のあのあ重複も認めちゃうって、うん、やっぱり選挙区で負けてもなんとか最低票だけかき集めてれば比例復活できるっていうのはこれはやっぱり逃げ道確保してるっていう公認もしてあげているだけでなく逃げ道も確保してあげたっていうことに。の皆さん私を応援 つまり、うんまあ、だからそういうことになるよね、つまり自民党の中で自分は基盤が弱いから、うんえー、基盤が弱いけ弱い,弱いとは言っても、やっぱり反、あのー、裏金議員たちに対してすごい反感を持ってる、そういうことをしなかった自民党の議員だって、それはいっぱいいるわけです。その人たちから見たら、高市とかふざっけんなよとかってやっぱり思ってるわけ。うん 思ってるからしかしこれで決定ってことになると結局これあれだよねずーっと言われるじゃないうん、うん、どっかで裏金議員に対しては本当はちゃんと何か区別をしなきゃいけなかったんだけど、うん、これさ今回の選挙で勝ってしまうと。うん あもういや私たちもあの審判を受けたから、うん、選挙でもうちゃんと、あのー、国民の審判を受けたでしかも通ったんだから文句、うん、言わせねえっていう裏金に山のように出てくるの、うん、勝ったらさとなるとそういう人たちはそれでもまた残るでしょうん。 残る限り絶対言われるわけだからさ、うん、自民党はそういうやつらを生かしておくんかって言って、うん、これはなんかやっぱちょっと根本的な間違いを犯したような気がするよね。どっかに線引きすべきだったと思うよ。うん、うん。これはやばいと思うな、ちょっと反発食うよね、やっぱね。いやはちょっとどころか。うん。やばいですね。やばい 嘘だらけこれは、うーん、うん、まあ、岸田並みに、なんていうのかな、側近に甘い、息子に甘いとそういうね、そういうところがまだ出てきてはいないから、うん、なんかそういうものまで出てくると、うん、うん、ちょっとやばい可能性が すでに文春が美人秘書とかいうものを出してるね。だからそれはちょっと、だからの、若干あの、合皮すぎるかなっていう、あの、あれでしたけど。他の大臣たちにさ、うん、何かそういうものが出てくるともう大変なことになる。うん。うんうんうん、選挙までもう今、文春とか身長とか、狂ったみたいに探し回ってると思うよ、そうの。じゃそうやろ。<laughs> ま 選挙に間に間合わせるために、うん、いやこれはちょっとこのご祝儀相場になってないじゃんっていうなってないそりゃそうなってないよねうん、うん、ちょっとはいだから俺これさ選挙の日程決める前決める前に、うん、この世論調査の結果見てから決めるべきだったんだと思うよ そうね、だってさ組閣して1日か2日で選挙やると決めちゃったでしょうん、うん、どう見ても早すぎたお,、うん、おかしいよね、うん、多分あいつらあの森山とかさ、うん、その側近って言われてる人たち菅も、うんうん、ご祝儀袋はもうちょっと熱いと思ったと思うよ <laughs> まああのそろそろね この石破さんの内閣支持率がやばくって実は野党転落の危機にあるという感じではあるんですが、まあ、ひとつき万冊本間会で出てくるですねちょっとした歴史小話というのをちょっと入れなみに石破さんはですね、うん、あの自分が好きな戦国武将は光秀だと、うん、これ2020年9月11日の記事なんですけども、うん、朝日新聞の。うん 党内で孤立を深める石橋。えー、この討論会でね自らを歴史上の人物の誰に例えるかと問われ主君織田信長を裏切ったと長らく不人気だった明智光秀の名前を挙げた次の時代は徹底的な悪役に仕立てられるが彼が治めた地域に行くと本当に慕われている云々ぬんかんぬんとでまあ明智光秀といえばですねこの三日天下という感じで織田信長をね あ,あのー、打ったけどもすぐに秀吉に大返しにあってずっパン粉っていうふうになっちゃったとまあずっパン粉だったらまだ武士のねあの感じなんですけどあの農民にぐさって竹槍で刺されてばったんですから、まあ、相当不名誉な最期を遂げているんですけど明智光秀は二面性があってこんな言葉を言ってます。仏のの嘘嘘ををばば方とといい武武士略なるほど。 これね、あのー、仏様に対して大変失礼なあのことなんですけど、まあ、あの、嘘も方便の方便っていうのは、まあ、言ってみれば例え話のようなものだと思ってください。ね。その人が、あの、きちんとね、人生で悟りの方向に近づいていく、まあ、あるいは人生ちょっとふっと楽になるための方便が大事ですよね。っていうことの、まあ、それはまだ理解できるんですけど、武士の嘘をオー,バー武略という、嘘ついても母ちゃい っていう風な明智光秀。それが大好きな石破さん。これはもう三日天下野党転落。おまさん、こんな感じでいかがでしょうか。いいんじゃないですか。<laughs> やばいね。ちょっとやばいんじゃないよ<笑><笑> もうねみんなこんなふうにパッパパッパしゃべってるように見えるけどなんか面白いことねえからとかって検索してですね <laughs>、えー、あそういう明智光であんなこと言ったなもしかして石橋茂明智美って好きな戦国告書誰だあ明智だよっしゃこれ最後の締める力とかっていうふうに、ね、ちゃんと明智が好きだっていうのはちょっといろいろとどうなのって <laughs> どうですか <laughs> どうですか皆さん内閣総理大臣は誰が主人でしょうか国民ですよ 裏切っちゃいましたねそんなのはね方便だとこれはもう嘘つくことは無力なんだと作戦の一部はだまされたとざわー <laughs> いやもうこれ最後石破さん石破明智光秀もうやもうべえなこの俺のバッグのほらそう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 竹林の,の中でこう落ちぶしゃりだって秀吉公へって逃げてる最中に「あっうそ!」ってやられちゃった。 酒ありで打ったのは腹刺されると痛いらしいぜ。<laughs> それはどうよ <laughs> というわけで、えー、石破明智光秀一体3日転換で終わってしまうのかどうなることか<わ>ちょっとこれからもね支持率注目していきたいと思いますそんなわけで、えー、今日も読書じゃねえ。どうも。はい今日もありがとうございます電通と戦う本間龍さんはですね、えー、なかなかメディアラジオいろんなところに呼ばれないんですね。 で、本も広告がされません。皆様のンパがないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ、本間さんの本を買ったり、カンパよろしくお願いします。現金も、クレジットカードもどっちも対応します。よろしく、今日も読書。それでは。